続きをしたいと思います、先月はイサンさんのところでしたが、どうやら最後までは話はできなかったと思います、どこからやりましょう、378ページの3行目にイサのその神の行事というのがあると思いますけれども、そこからもう一度、読ませていただきます。イサのその神の行事、静かに思いやるべきなり。思いやるというは、我が今イサにすめらんがごとく思うべし、深夜の雨の声、苔をうがつのみならんや、岩石を占拠する力もあるべし。当店の雪の夜は、金獣もまれなるべし。岩や人縁の我を知るあらんや、命を軽くし、法を重くする行事にあらずは叱るべからざる格形なり。まずここまで、このイサンという人は、まあ、中国の禅僧ですけれども、師匠は、百条禅師。百条禅師といえば、一日なさざれば一日食わざるという言葉で有名で、まあ、禅宗で自給自足の生活を確立させた人と言われてます。独座大雄法という言葉も百条禅師の言葉です。つまり、まあ、仏教の一番ありがたいところは何かと聞かれて、独座大雄法、俺はここで一人で座っているという、宇宙にたった一人で座っている、他に一人もいない、まあそれは百条禅師ですね。でこの百条禅師のところに、ある時のある時に、お寺を建てるのにいい場所を知っているけれども、そこに、まあ今はもう何もない山だけれども、
お寺を建てたらゆくゆく多くの人が集まるんだろうと。そのお寺を開くのに適当な人材を知らないかと百蔵禅師に聞いたら、百蔵禅師はまず俺ではどうだと言うから、その人がお前はもうおじいちゃんだから、お前みたいなじじいはダメだと、弟子を紹介してくれ。じゃあ一番弟子はどうだろうと、まあ連れてきたら何歩か歩いてくれと頼んだら、こいつはダメだということになって、で次に医者の呼んだら何歩か歩かして、あこれならいけるということになったんですね。で一番弟子は確かにカレンさんという人だったと思うけれども、カレンかカリンか、まあそういうそのような名前だったと思いますけれども、腹立てて、なんでその何歩か歩いただけでそんなこと分かるのかと、どちらの仏法の理解が深いか、そっちに関わるはずだろうと。じゃあもう一回テストしようということで、花瓶を置いて一番弟子に、この花瓶を花瓶と言わずして何と呼ぶかと。でまあその一番弟子はまさか湯飲みとは言えないだろうと答えた。で遺産霊友はそれを蹴っ飛ばした。でやっぱり遺産霊友に決まった。まあそういう人が、この新しいまだお寺も何も建ってない山に入って、最初はまあ一人でやったんであろうけれども、ようやくまあそこに人が集まるようになったと。で道元禅師は中国から日本に帰って、しばらくは都に、行って、まあ、深草の庵にしばらくこもってから宇治に高尚寺という僧堂を建てたけれども、どうも天台宗の延暦寺の、まあ、圧力があって40歳を超えたところでもう都を出て、この越前の山に入って永平寺を作ってみたらどうだと、まあ、彼を支援した旗の義重というパトロンに言われたようで、道元禅師はおそらくその頃すごく迷ってたはずです。むしろ都にいれば多くの人に仏法を広めることができるし、また生活もしやすい。当時、まあ、今でも福井はここと同じぐらいの田舎で、生活は決して便利とは言えないだろうけれども、ましてや鎌倉時代にそこにお寺建てるのも大変だし、建てたところで人が集まってくるんだろうということもわからない。まさか鹿やイノシシを相手に仏法は解けない。そういう思いで道元禅師はだいぶ悩んだはずだけれども、自分をそしてまあその当時の弟子を励ますためにこの行事の巻を書かれたんではないかと思う。そして今日は、そこで伊三さんの話が出てくる。伊三のその神の行事、要するに伊三がいかに仏法を実践した。静かに思いやるべきなりと、それを静かに考えてみなさいというんですね。伊三のことを考えてみなさい。思いやるというは、我が今伊三にすめらんがごとく思うべし。思いやるということは、自分が伊三だと思えばいい。今自分はその山に実際に住んでいる。その身になること。
そうなれば深夜の雨の声、苔をうがつのみならん。その夜の深い時に降る雨。これはただ苔を打っただけではなくて、岩石を占拠する力もあるべし。苔も流せば石に穴が開くほどの力があったんであろう。当天の雪の夜は、冬の夜の寒い時の雪の時を思いなさい。近所もまれなるべし。その時は鳥や動物も少なく、その声も聞こえなくなったんであろう。ましてや岩や人縁の我を知るあらんや。ましてや人里、遠いわけですから、どこか民家で火を焚いてその煙が流れてくるとか、都だったらもういつも春夏秋冬その辺に人が住んでいって宅発に行けば恵んでくれるけれども、これから行く越前の山はどうかわからない。伊山さんもおそらく冬になったらもう鳥の鳴き声すらしないわけで、ましてや人の気配はそこにない。人の生活の気配がない。命を軽くし法を重くする行事にあらずはしかあるべからざる格形なり。ここの命という字はまあ生活という意味だと思いますけれども、生活よりも仏法が大事だという思いがなければ、そもそもこういう実践はできないはず。地層速やかならず土木営まず。この地層はまあ草刈りだというふうに説明されますけれども、まあ今の安泰寺でもどこかちょっと山に入って新しいお堂を建てようと思ったら、まず木を切って根っこから掘り起こして、草刈り以前にもうまずそこその山開かなければいけない。そこお寺を建てるようにまずまあ地ならしからしなくちゃいけないけれども、これはこの地層と土木のことですね。草を刈って木を切って根っこを掘り起こして地ならしをする。でもそれを営まないわけですから、特に急いで、この建物を整備しよう建てようとしたわけではない。最初は仮住まいだったかもしれない。まあ安泰寺がここに越してきたのは40年前だけれども、その時はまだ民家が5、6軒ほどあって、人が住まなくなったのはおそらくもう10年以上経ってたから、おそらくもうボロボロの民家で、ネズミやイタチがもう自分の住処にしたような民家で、まずみんなが一冬過ごしている。わけですね。でまあその後ようやくここまだおそらく平ではなかったけれども、ここを平らにして次の年からここに建物が建ったけれども、イさんもそんな急いで、建物を建てようとしたわけではない。ただ行事修練し弁読風あるのみなり。何をしたかというと、自分の実践、日頃の実践、修行を考えて、弁道、工夫に打ち込んだだけである。哀れむべし、消防電磁の着祖。まあ、この字は、水野八百子さんはいつも着と読ませてます。敵とも読めますけれども。まあ、水野八百子さんの振り仮名に従いましょう。消防電柱の着想、幾ばくか三州の喧騒にわずらん。なぜ
まあ、シャクソンからダルマへ、ダルマからロクソ、エノへと伝わったこの仏法を伝えている仏祖がそこまで苦労して、山の中、険しい山の中で、まあ、苦労をする必要があるんだろうかと、哀れむべしと、まあ、心が痛む。考えただけでも心が痛む。一茶の伝え聞くには、池あり、水あり、氷重なり、霧重ならん。その場所は非常に水気の多かった場所である。まあ、ここも池がなると言われるぐらいだから、いつも田んぼの方では水が湧くし、ここも、これから梅雨の非常に湿気っている。春には畳干しをしないとカビが生えるような。それも今私春から大阪に住んでますけれども、大阪では別に布団敷きっぱなしにしてもいつも晴れているわけだから、いつもふわふわだけれども、洗濯物も、すぐ乾くけれども、安泰寺ではそうではない。一山住んでた山もそうじゃない。衣を洗濯してもなかなか乾かない。いつも湿気ているような場所。池あり、水あり、氷重なり。冬は冷たくて凍ってしまう。いつも霧の中にいるような場所。決して日当たりが良くて風通しが良いような山ではなかったんであろう。まあ、ここもそうだし、永平寺だって決して日当たりが良くて風通しがいいような場所にあるわけではない。任物の退任すべき郵政にあらざれども、仏道と言王と化成ずること新たなり。先月どこまで読んだかよくわからないけれども、ここを説明した覚えはない。まあ、これは要するによっぽど忍耐力のある人でなければ、よっぽどの根性の持ちの主でなければ、仏道と元王、この元王という二字は、超五元像で他に出てくるかわからないけれども、私はあまり道元禅師の作品の中で見たことがない二字ですね。元王、まあ、元奥とも読めるんでしょうけれども、水野陽子さんが元王と振り仮名を振ってます。仏道はよく私たちは、使いますけれども、元王という言葉、これはちょっと珍しい。水野陽子さんは注釈では、仏道の修行と仏道の奥深さとが互いに華道が行き渡って完全となる、と説明されますけれども、互いに華道が行き渡って完全となる。どういうことなんだろう。この「華」という字は、まあ、指導する、教育する、仏が衆生に向かって法を説く、師匠が弟子を教育する、これを「華」と呼びます。で、この浄ということは、まあ、なることですね。水野陽子さんは完全となると言います。英語訳を見てみますと、この仏道と元王ということが一つとなるというようなことも言われてます。そもそも仏道とこの元王はどう違うのか。水野陽子さんは、まあ、仏道の修行と
その仏道のよく奥深さと言いますけれども、そもそも修行の言葉は書かれてないんですね。仏道と書いてあって、で、言王。仮にこの言王というのは奥深さという意味であったとしても、仏道と奥深さって、独別すべきなのか、どういう関係にあるのか。そして次には、けという字が出てきます。このけと上の間に天を振ってますけれども、この天と丸はおそらく水の八百子さんの編集の時点で入ってくると思いますね。おそらく原文には天も丸もない。なので、これはけと上じゃなくて、け上だというふうに解釈することもおそらくできると思いますね。仏道と元王と化粧する。で、まあ、水野陽子さんは、化と上分けて考えています。つまり、仏道と元王は、まずは化、指導をする。彼女はどういうふうに手導する。要するに、まあ、導くとか、指導する。そういう意味ですね。誰が誰を指導しているのか、仏道が元王を指導しているのか、仏道が元王によって指導されるのか、これもまた不思議ですね。で、元という字は、まあ、玄関の元もそうですけれども、暗い、なかなか明るくできない。この場合は、まあ、言葉ではっきり言い表せないという意味だと思いますね。言葉ではっきり言い表せない奥義のようなもの、真実そのものという意味があるんですね。で、仏道というのは仏の道なんだけれども、道は菩提であって、つまり釈尊の悟り、アーノクタラ三脈三菩提という言葉もありますね。アノクタラ三脈三菩提というものはまさに言葉で言い表せない真実そのものだから、どう考えてもなぜ仏道と元王とこの二つをここで分けて述べているのかよくわからない。私にはよくわからないですね。かくのごとく行事しけたれりし、どうて。まあ、これも水野八百子さん独特の読み方です。普通は道徳と読みますね。どうて、あるいは道徳ということは言い表す、言い得る、表現するという意味があります。道という字は、まあ、道とか菩提という意味と同時に言う、中国では言う。口で言うという意味もありますね。ですから、道徳ということは言い得る、表現をする。かくのごとく行事しきたれりし、道徳を、道徳を検問す。イサンさんがこのように実践したという表現をよく聞く。身を安くして聞くべきにあらざれども、行事の勤労すべき奉者を知らざれば、たやすく聞くというとも、心あらん万学、いかでかその神の遺産を目前の今のごとく思いやりてあわれ、あわれまざらん。このような話、このような表現は、軽く、聞くべきではない。身を安くして聞くべきにあらざれども。軽い気持ちで聞くべきではないけれども、行事の勤労すべき奉者を知らざれば、たやすき聞くというとも心あらんばく。もしこの実践に対する、その医者の苦労に対する、まあ感謝の気持ちがなければ、これは、まあ、どうしても軽く流してしまう話になるだろう。ところが、心あらん万学、いかでかその神の遺産を目前の今のごとく、思いやりてあばらめざらん。ところ、心のある今の修行者たちが、どうしてこの遺産という人を、
目の前に、今ここ目の前にいるかのように、我が身のように思いやることはできないだろうかと、まあそういうことだと思います。まず英語訳読みます。I'm not quite sure how far I got last time. I was talking about Isan, but I think I didn't reach the end of the section on Isan. Isan was a student of Chakujo, and Chakujo is famous for saying a day without work is a day without food. Or when he was asked what is the most wonderful thing about the Buddha Dharma, he said in Japanese, it's Dokuza Daiyuho, mountain Daiyu, that's where he lived, sits here alone. So basically he's saying, I'm sitting here all by myself, alone in the whole universe. It's only me and the universe. And at one time, according to the, I think, Ihe Shingi, Chiji Shingi, Shakujo had a visitor who said, I know this splendid mountain. Right now, it's just a wild mountain, nobody's living there. But if somebody would go there and build a temple, then eventually a lot of people will come there to practice. It would be a perfect place for practice. Don't you know somebody who would be able to build a temple on that mountain? And Shakujo first said, how about me? I could go there. And the visitor says, no, you're too old. And then Shakujo calls the first monk, and the visitor says, can you take a couple of steps? And the first monk takes a couple of steps, and the visitor says, oh, no good. And then they call Isan and let him walk a couple of steps, and the visitor says, oh, that guy could be the one to do it. And the first monk is angry and says, well, you don't even ask me a question. How can you say that I wouldn't be the person who's able to build the temple? And then they bring a vase and tell him, don't call it a vase. How can you call it? And the monk says, well, if you don't call it a vase, you cannot call it a cup either. And Isan just kicks the vase and it's flying all over the place. And so finally Isan gets the task of building a temple in the mountain, but it's a wild mountain. So in the beginning, it must not have been easy for Isan, although as predicted over the years, people come together there and eventually it becomes a big place for practice. But probably when Dogen Zenji was around the age of 40, he had already established Koshoji in Uji, but then he and maybe the people around him contemplated moving to Echizen Prefecture, into the wilderness, into the countryside, and building Eheji there because of the pressure of the Tendai monks, maybe. Probably Dogen Zenji was having his doubts. Maybe I should stay in the capital. There's more people I can reach there and it's easier life. Who knows if I can find a student when I go there into the mountains, and I cannot preach the Buddha Dharma to the monkeys and to the wild boars and to the deers. And so then he reminded himself and the people around him of the example of the ancestors, and one of them is Isa, who went to wild mountain and build a monastery there. And so he writes, I start my section today here. I'm reading this from, I think, the Nishijima translation. There's a 238 in brackets at the start of the section. It starts with, we should quietly imagine conduct and perseverance. That's Nishijima's translation for Gyoji. Could also be translated as maintaining the practice or continuous practice. For some reason they choose contact and perseverance.
We should quietly imagine conduct and observance on Isan Mountain in those days of old. Imagining means thinking what it would be like for us now to be living on Isan Mountain. Deep in the night, the sound of rain with such force that it might not only cut through moss, but even drill through rocks. On a snowy winter night, birds and wild animals would be few and far between. How much less might smoke from human chimneys be able to know us? So basically it's a location a little bit like Antaisi. In the winter you don't hear the birds anymore, even animals get fewer, and there's no smoke coming from the village because the village is so far away. That it feels like you're completely there by yourself, on your own. It was a vigorous existence at that could not have been so without conduct and observance, in which Master Isan thought light of his own life and assigned weight to the Dharma. He was in no hurry to mow the undergrowth. He did not busy himself with construction work. He solely trained himself in conduct and observance and strove in pursuit of the state of truth. It is pitiable that an authentic patriarch who had received and maintained the right Dharma was troubled in the mountains by so much steep and rocky hardship. They say that Isan Mountain has ponds and streams, so the ice and fog must have been thick. Well, the area here where Antaisi was built 40 years ago is called Ikeganalu. Ikeganalu means basically where the pond, appears. And the area where now we have the rice field, probably it used to be a pond. There's lots of water coming from the mountain. That's why the village could exist there that used to be here 50 or 60 years ago. They just went to that pond to fetch the water. But it means that it's always kind of wet around here. If you try to dry your clothes on a sunny day like today, no problem, but sometimes it rains for a number of days, especially in the winter. It's hard to dry stuff. Things get moldy quite easily. Unlike, for example, in an area like Kyoto or the Chinese big cities also. I mean, there's more wind, there's more sun there, and in the mountain, it's harder to live. The ice and fog must have been thick. It was a life of seclusion beyond a human being's endurance. Nevertheless, it is evident that his Buddhist state of truth and the profound solitude merged into one reality. Now that's Nishijima's translation of a kind of cryptic sentence in the original. In the original there's the characters for profound solitude is the gen of Myogen, Myogen's gen, which means mystical, dark. It can mean that something cannot be really expressed in words. And this, the editor of the Japanese Shobogenzo says it should be read O, although the normal reading would be Oku. Gen Oku would be also possible, Gen O. So this means the innermost thing. Something that's inside the core. And gen means it's kind of in the dark, it's hidden. So it's something that's hidden inside.
And what they translate as the, what's it? The Buddhist state of truth is Nishijiman's translation for Butsudo, which means basically the Buddha way. Usually it's translated as Buddha way. And the character for way can also stand for Bodai, which means a Bodhi, Bodhi. So that's why Nishijima, rather than saying way, says state of truth. Although the problem with the translation state of truth seems to imply it's something static. While the nice thing about the character Do or Michi, the way, the translation way, the nice thing about this is something that you need to practice. You have to actually walk it. And there's no end to it. That's why I personally, like many other translators, prefer the translation Buddha way rather than say it's a state of truth, and then it's Buddhist, so it's different from the Christian state of truth and Islamic state of truth. We have a Buddhist state of truth. No, it's the Buddha way, the awakened way, you could also say. And when I read the original Japanese, I have difficulties to understand how Dogen thinks about the relation of the Buddha way, Butsudo, and this Gen-O here, the innermost, which is kind of, well, dark or cannot express in words. Because you could also say that the Buddha way itself is beyond words, and it's kind of, well, the innermost truth. So I don't really see that there's two things he's talking about. And then he says that they are merged into one reality, that these two things, which are not really two in the first place, merge into one reality. So what is merging there? But they seem to imply that the profound solitude stands for the profound solitude of the mountains. So the environment where he practiced and the Buddha way itself became one, which is one an interesting reading of this sentence. I don't know if it's the right interpretation, but it's one interesting interpretation. ここで、まあ、英語訳を見ていると、西島さんはこちらを profound solitude と呼んで、solitude というのは、まあ、何もない一人っぽっちの状態とか、もう誰もいないようなところ、profound がそれが、まあ、いかにも人がいないような状態で、この元王を、まあ、どうやら遺産が住んでたこの山の環境というふうに解釈して、だから仏道そのものと遺産が住んでたこの山のその現実が一つになったというふうに呼んでいるようです。それ良いかどうかは私にはちょっとわからないが、まあそういうふうに解釈しています。Let me continue with Nishijima's translation. We see and hear expressions of the truth that he practiced and observed in this state. We should not hear these expressions in a nonchalant posture. At the same time,Conduct and perseverance does not recognize the debt of gratitude that we must strive to repay. That being so, even if we were listening nonchalantly when we imagine the Isan mountain of those days as if it were before our eyes in the present, how could any human-hearted student of later ages fail to be moved?And you might know there's a second alternative translation on the internet connected to Shastra
Abbey, the translation, I think his name was Nearman. I will read that as well. Calmly imagine the ceaseless practice that was happening on Mount Isam long ago. What I mean by imagine means thinking about how it would be for us today if we were residing on Mount Isam. The sound of the rain deep in the night was probably not just of water washing over the moss, for the rain would certainly have had the strength to bore through boulders. On the snowy nights in the dead of winter, the birds and beasts must have been scarce indeed, and how much less would have there been smoke from man-made fires to acknowledge human existence. It was a way of living that could not have been tolerated were it not for the master's ceaseless practice in which he made light of his life whilst stressing the Dharma. He was in no hurry to cut down the undergrowth, nor did he engage in cutting down trees to clear the land for building. He just continued his ceaseless practice. So that's their translation for Gyoji, ceaseless practice. Nishishima has conduct and perseverance for the same two characters. He just continued his ceaseless practice and simply did his utmost to practice the way. What a pity that an authentic ancestor that who had transmitted and kept to the true Dharma came to undergo such hardships in such precipitous mountains. It is said that Mount Isan had many ponds and running water, so there must have been thick ice and dense banks of fog. Most people could not have tolerated such a secluded life. Nevertheless, Isan transformed it into the Buddha's way and explored its innermost purpose. So that's their rendering of the same spot. Gen-o, for them its innermost purpose, completely different from profound solitude. So they say Isan transformed it, and it refers to the secluded life, obviously, into the Buddha's way and explored its innermost purpose. もう一つの英語訳はインターネットで見れます。こちらはあのニアマンさんというカリフォルニアにあるシャスタアビという修行道場関係の人です。こちらではこの同じ言語を profound solitude ではなくて innermost purpose 最も深い、最も、まあ、奥にあるパーパスだから、まあ、意味全然違うようにふうに訳されてます。この訳では、イさんは仏道を元王に化粧したんではなくて、その生活、山の中の生活を仏道に化粧し、元王にイナマースパーパスに元王化粧したというふうに訳されてます。まあ、私はちょっとわからない、ここの原文をどう読んだらよいか。So, an alternative translation here. Today we are able to learn of his expressions of the way and its purpose because of the ceaseless practice that he did. Even though we may not be listening with a casual attitude, we still need to recognize our indebtedness of his strenuous efforts in ceaseless practice. Here again, they differ from Nishijima, and I tend to go with them. They translate, even though we may not be listening with a casual attitude, we still need to recognize our indebtedness to his strenuous efforts in ceaseless practice. When we hear about what he did and imagine the hardships he faced, how can those of us today who are heartfelt trainees possibly fail to feel pity for him? What I'm thinking about here is we still need to recognize our indebtedness to his strenuous efforts in ceaseless practice. Nishijima there has
We should not hear these expressions in a nonchalant posture. At the same time, conduct and perseverance does not recognize the debt of gratitude that we must strive to repay. Conduct and perseverance does not recognize the debt of gratitude. I have a little difficulty to follow that. That being so, even if we were listening nonchalantly, when we imagine the Isan mountain of those days as if it were before our eyes in the presence, how could any human-hearted students of later ages fail to be moved? So rather than going with Nishijima's conduct and perseverance does not recognize the debt of gratitude that we must strive to repay, I would go here with Nierman, who translates "we still need to recognize our indebtedness to his strenuous efforts and ceaseless practice." Okay, so far the English. I will continue in Japanese. Nihongo de tsuzukemasu. 379 ページの6行目からです。この伊佐の行事の動力、ケクーという、振り仮名が振ってますけれども、動力、ケクーによりて、注釈は、仏道修行の力が衆生を祈祷する功徳ですね。まあ、ケという字はさっき言ったように衆生を指導するという意味がありますね。ですからこの伊佐の実践は衆生を仏道へ導く、まあ、力、そういう功徳があって、その功徳によりて風鈴動かず世界破れず、風鈴が動くわけではない、世界が破れるわけではない、まあ世間的な大きな影響があったわけではない、すごく評判が立ってニュースになったというそんなことはない。風鈴を水野八百子さんは趣味線世界の下にあって世界を支えている詩集の代理の一つ、最家庭が国林、その上が風林、その上が水林、その上に金林がある、修行があってこそ世界があるという、修行があってこそ世界があるというけれども、まあ道元禅師がここで言っているのは風林を動かしたわけではない、それで世界に何か変化が起こったわけではない。一般世間はおそらく伊佐のことは全く眼中にもなかった。それにもかかわらず行事の道力結局があったわけ、一切衆生を仏道へ導く、そういう功徳はあった。でも世間的な影響力はゼロだった。天衆の偶然お代かなり、お代かというのはおそらく穏やか、はい、穏やかに同じと書いてありますね。天主の偶然穏やかなり、人間の国土も保持せるなり、大きな革命を起こしたわけでもないし、社会に何か問題提起を起こしたわけではない、むしろそこで遺産が実践して天上天下平和になっただけ。伊佐の恩尊にあらざれども、伊佐は粗相なるべし。直接にこの伊佐の方形をそのまま受け継いでなくても、この伊佐を我が祖師と思うべきである。後に鏡山来たり、ジブス、
後にこのイサのところに鏡山という人が来て、その弟子となった。この鏡山という人もイサと同じように、まず百条禅師のもとで、修行していった非常に優れた人であったと。イサのもとは百条禅師のところにして、文殊等百の修士なりといえども、問題を10個出したら答えを100個ぐらい返すような、優秀な人であったけれども、それにもかかわらず百条のもとで修行した後に遺産に、参事して、さらに勘牛3年の工夫となり、3年間自分を見つめたと。まあ牛という字だけれども、牛というのは本来の自己という意味があります。十牛図のことをみんな知ってますか？頭の牛の図。まあその話ですね。最初は、まあ、牛山老子で言えば一歳分の一に過ぎない。比較の世界の中で生きている。自分しか知らない。まあ、みんながやってる、世間の人たちがみんなやってるボンプゲームの中の自分しかやってないけれども、それがつまらないということに気づいて、まあ世間を出て出家を目指すけれども、その時点ではまだ本当に私は知らない。だけれどもお釈迦様のような生き方に憧れる、そういう生き方にこそ、まあ、自分の生きる意味があるんじゃないかと思い、それをやる。そこに、まあ、牛の跡形を、見出して、そしてようやく内山老師で言えば一歳分の一の自分ではなく一歳分の一歳の自己に気づく、あのゲームに参加しなくてもいい自分、それこそ百条禅師で言う独座大幽法、一人だけでドカーンとこの宇宙に座っている俺、比較対象はない、もう比較もできない、天地いっぱいの自己を生きているということに気づいている。ところがまだ凡夫の私とこの気づいた一歳分の一歳の自己は一つになってないから、凡夫にあっちに惹かれたりこっちに惹かれて、またこの一歳分の一歳に気づいたのはよかったけれども、内山老師にはしたらどっちへどう転んでもいいということに気づくわけですから、何をやってもいいと、善悪もない、正しい正しくないもないから、まあしばらくやりたい放題をしたくなる。だから、十牛図では牧牛という段階が今度来るんですね。この牛、見て掴んだ後には飼いならさなければいけない。しばらくはもう常識外れな行動しだすんですけれども、そのうちこの牛も落ち着いて、人は牛に乗って家に帰って、気がついたら牛は消えた、つまり当たり前の自分に戻った、まあここでは勘牛と言われますけれども、自分の牛を見る、一歳分の一の自分から見たら一歳分の一歳の自己を見るというのを道元禅師じゃなくて内山老師は誓願というんですね。一歳分の一歳、天地いっぱいを生きているこの自己に向かって誓言を立てる。ところがこの一歳分の一歳から一歳分の一のこの凡夫の自分を振り返ってみると、懺悔をせざるを得ない。なかなかこの一歳分の一歳にふさわしい生き方をできてない、自分と自己の兼ね合い、まあこれは十牛図の中で分かりやすく描かれてます。
まあ8番目のステージでは牛も人も亡くなって終わったように見えるけれども、その何もない状態でまた9番目の絵では花が咲く、慈悲の心が起こって、自分の問題は解決したけれども、今度はそれこそ生きとし生けるもののために導きたい。まだあのゲームにはまり込んでいる人たち、まだ目覚めてない人に、このゲームにちょっと違う遊び方があるんだよということを教えたい。で、最後の10番目の絵では、牛を探して牛を見つけて放牧した後にまた牛が消えた、その人が山を降りて町に降りて人と触れ合うという絵がありますけれども、まあここでは百丈禅師のもとで長く修行した、行山禅師はその後さらに3年間イサのもとで勧誘をしたと、自分と向き合って、一切分の一切の自己に向かって制限を立て、一切分の一の自分を振り返って懺悔をした、一座二行三心という言葉がありますが、これは内山老子が安泰寺を引退した時の最後の提唱の中で使っている安泰寺への越す言葉の中に出てくるんですけれども、とにかく私たちは座禅に全てをかけている。で、この座禅の他にも、ちょこちょこマインドフルネスをやってみたり、念仏もやってみたりというようなことはしない。そういうことが悪いんじゃないけれども、念仏で生きたいなら念仏だけ、まあ親鸞さんも法然さんもおそらくそれでやってたと思います。山を登る道はたくさんあるかもしれないけれども、実際に登りたければ一つの道選んで、その一つの道を迷わず最後まで行かないといけない。座禅ならこの一座、その横に並ぶものは何もない。この座に全てかけるけれども、座の内容は何かというと二行で、二行は先言った誓願と懺悔。一切分の一切の自己に向かって誓願し、一切分の一の自分に対する懺悔、これが2行で、三心は天族教訓に出てくる鬼心、老心、大心、喜びの心、人間に生まれてよかった、仏陀に会えてよかった、安泰寺のようなところに縁があって台所で料理させてもらえて、なんと素晴らしいことだろうと。まあ普段は不満不平、なんでこんな今日みたいな晴れた日に私があいつらのために飯作らなくちゃいけないと思うこともあるけれども、考えてみたら今ここに自分が折れるというのは当たり前のことではない。それを喜ぶのは鬼神。皆さんに感謝もされず、ごちそうさまという一言も言われず、5日間料理をするけれども、おじいさんおばあさんが孫のために、まあ哺乳瓶で乳を飲ましている時も、ありがとうという言葉を期待してないじゃないかと。それが老心ですね。鬼神、老心、大心。喜びの心。で、老いた心というのはじいさんばあさんのような心で、大心は山のように高く、海のように広い心。なぜ海が広いかというと、いろんな川が流れてくるけれども、海は一つも、いや、お前は嫌だと、来るな、こっち来るなと言わない。どの川をも受け入れるからこそ海が広い。そういう心で人に接しなさい。これはまあ三心。一座二行三心。で、二行は懺悔と誓願。
誓願と賛美ですね。どこでしたか。寛裕三年の工夫なる。近来は断絶し、検問することなき行事になり、最近ではこのような実践はなかなか見聞きすることはできない。三年の寛裕、よく道徳、道徳を人に求めざらしむ。この三年の寛裕、三年間自分と向き合ったことによって、それ以降は、あの人に会って、この人に会って、いろいろと話を聞くということはなくなった。そういう必要もなくなった。よく道徳を人に求めざらしむ。道徳を人に求めるということは、お前なりの仏法とか教えてくれ。お前はどういうふうに表現するのか。ちょっと違う人の話を聞いてみたりすると、それを求めざらしむわけですから、この、イサのもとで鏡山が3年、自分と向き合った後にはもはや他の人の話を聞く必要を感じなくなったと、もうそこで自分で落ち着いたわけです。もう7時過ぎたんですが、本当はこの不要山の道会の話からやりたかったんですが、まず今の話は英語で、Let meRead the rest of Isan's part in English. Due to the transformative power derived from Isan's ceaseless practice of the way, the winds cease their howling. The world remains intact. The palaces and dwelling places of the celestial community are tranquil.And the homelands of human beings are preserved. Though we may not be direct descendants of Isan, he will be our ancestor in spirit. Later, Kyozan Ejaku came and served as Isan's attendant. Kyozan had previously trained with his late master Hyakujo. Though he was a veritable Shariputra with 100 responses for every 10 questions,For 3 years he trained under and attended on Isan while doing his utmost to oversee his own buffalo. Or you could also translate this as ox. So it's basically referring to the ox in the 10 ox herding pictures. His was a ceaseless practice that has become extinct in recent times and is no longer seen or even heard of.In tending to his buffalo for 3 years, there was no need for him to seek for a well-put expression for the matter from someone else. This is the Shasta Abbey translation. Nishijima translates it as Though the body power and the teaching influence of this conduct and perseverance through the Bodhi power and the teaching influence of this conduct and perseverance on Isan Mountain. The wheel of wind does not move. The world is not broken. The palaces of gods are peaceful and human nations are preserved. So here's again a little difference to Nierman's translation, and here I would go with Nishijima. What Nierman says is, due to the transformative power derived from Isan's ceaseless practice of the way, the winds cease their howling. The world remains intact. In the original, there's no talk about howling. It says the wheel of wind.And it says, like Nishijima, that it doesn't move. It doesn't say that it stops moving, but basically the body power of Isan doesn't move the wheel of wind.
Well, nobody knows exactly what the wheel of wind is, but it's obviously there's five wheels that support the universe. One wheel of wind, one wheel of, I think, water and earth and fire maybe, and emptiness, I'm quite sure. There are these wheels that support the universe. And I think it's interesting that, well, Dogen Zenji says, Isan does not move the wheel of wind. And the world is not broken. So I read this as he was doing his practice there in the mountain. And even today, we still can feel the influence of that practice. But he didn't stir anything in the world. Probably people in the world were not even aware of him. It was not news at the time. In the capital, nobody was aware of what he was doing there. That's how I read this. So it's not that the howling of the wind calmed down, but nobody even knew about him. He didn't appear on anyone's radar there. That's how I read this. Human nations are preserved. The palaces of gods are peaceful. Why are they peaceful? Well, because they didn't even know about Isan. Nobody has heard about him. Even to those who are not the distant descendants of Isan, Isan may be an ancestral patriarch. Later, Kyozan came there and served him. Kyozan himself had been in the order of the late master Hyakusho, a Shariputra, so a very wise monk, with 100 answers for every 10 questions. Is that a good thing or a bad thing? Who knows? Yet he waited upon Isan, spending a further 3 years of effort watching over a buffalo. This was conduct and perseverance that in recent times has become extinct. It is nowhere to be seen or heard. The 3 years of watching over the buffalo made it needless for him to ask any person to speak an expression of the truth. So until then, he had been going around asking people for their interpretation of the Buddha Dharma. え、今日は全部できないんですけれども、ここから行事の巻でも非常に有名な 箇所が始まります。不要山の階層。なぜ有名かというと、僧侶にもよりますけれども、専門僧侶に、運勢はこういう標本。永平高祖、五純君、水君、五水君がありますね。その中に、祇園将棋という、まあ、お経としてよむテキストがありますが、これはここから始まっているんですね。この行事から。 読み方は水の八百子さんの編集した消防元素と多少違うけれども、大体そのまんまですね。不要山の階層、もはら行事、献上の本源なり云々、まあ少しだけ読みます。全部は読めないですが、不要山の階層は不要道界のことです。まあ祖師方の名前はよく 虹の内の下の名前だけを使ったりします。なぜか今でも臨済宗ではそうですね。ですから私は無法は、無法ではそれではいつもホッソ、ホッソ、ソはソリョ、ソリョのソ、あるいはホッサン。丁寧な読み方はホッサン。エコーさんだったらコッサンとか。 そういうふうに呼ばれます。まあ、不要山の階層、あるいはこの祖師の祖なのか、発祖。なぜか、祖。自分のことを発祖というんですね。発祖、何々しますとか、何々いたします。ちょっと不思議な言葉遣いですか。で、向こうからは発祖と呼んでもらえるんですね。 不要山の階層、もはら行事、現状の本源なり、国衆より上昇禅師号並び、司法を多忙に即受けず、宗教愚実、国衆とがめあれども、死、ついに不従なり、米党の褒美、伝わりり、不要山により世子に同族の 戦争する者、金数百人なり。
日時期祝一杯なるゆえに多く飲こすし、地高で負債せず。ある時、衆に示すに曰く、うんぬ。この不要山の階層の行事はもうまさに、あの行事の実物見本であったと。まずはこの不要山の道会から行事のあり方を見習うべきである。ある時、中国の、国主より皇帝より、まずは上昇禅師という号をいただいたと。ところがまたあの紫の衣もいただいたけれども、それをまあいらないと返した。まあ首相、まあ丁寧に断ったと。でまあそれを返した、手紙も添えて丁寧に返したけれども、皇帝は咎めあれども、なかなか納得しない納得、皇帝も納得しないけれども、しついに不従なり、何度も何度も説得されたけれども、この禅師号も紫の衣もどちらも受け取らない。まあ私たちは道元禅師とか慶山禅師けれども、正式には、常用大師と上斎大師でしたね。大宗上斎大師、これはあの道元禅師が生きてた時代にはまだなかった呼び方だけれども、どうやらあの空海さんは弘法大師だし、最澄さんは、伝行大師だし、みんなそれぞれ大師号だから、うちの、永平寺の五海さんにそういう大使語がないのはプライドが許せないと、おそらく曹洞宗が思って、いつの時代のか、徳川の時代のか、もうその前なのかわからないけれども、一応もうあの、まあ、鎌倉には将軍が行って、後にはまあ江戸に、幕府ができたけれども、京都には天皇陛下が行って、この、まあ、天皇陛下の収入源にもなってたわけですね。そのそれぞれの宗派の、トップに何々号をつけたりとか、それを要するに、曹洞宗ではそういうのはつけることはできないですね。得度した時には師匠は弟子に名前を与えるけれども、その道元禅師の大師号のようなものとか、おそらく官所の禅師号もいちいち天皇陛下から許可をもらって禅師と名乗り出したというふうに聞いた記憶がある。ですから新しい禅師が永平寺や総持寺の官所になった時は、弟子たちをみんな連れて都まで行って、それで志を収めて天皇陛下からお前はもう禅師だというふうに言われたらして、でまあ喜んでいるわけです。もう道元禅師じゃなくて常用大使になって、慶山禅師じゃなくて上斎大使だと、高い金払って喜んでいるわけですけれども、結局この行事の幕に書かれたことと全く逆のことをみんなやっているわけですね。道元禅師に言わしたら、そんなことを例えば向こうでタダでやるから、お前は禅師だよ、紫の袈裟をあげるよと言われても返すべきだということが書いてありますね。米東の方に伝わり、この米東の話は後で詳しく言われますけれども、その当時食べたご飯やおかゆ、あるいはそのおかゆよりもさらに薄い米糖、もうお湯に米が入っているか入ってないかわからないような薄いその米糖の、
話し、今にも伝わっている。その話が有名である。あの不要山という山に道会がお寺を建てて住職した時に出家の弟子、在家の弟子も数百人も集まった。だからみんなが十分食べれるほどの食料はなくて、一日におかゆ一杯あるかないかというようなありさまだったので、多くの人はお腹すかして山を降りた。それでも不要道会は負債せずと書いてありますけれども、まあ、信者の彩色の供養に応じて出かけることをしなかったと。食べるものはなかった。で、おそらくまあ信者がそれだけ多いわけだから、せめても不要道会、今夜ごちそうするからおいでよと言われても、師匠はそういうお呼びがかかっても行かなかったと。そしてある時、週に次のように言われたところが、まあ遅いから、その話はまた来月の提唱接種前、来月の、終わり、7月の提唱接種の前にこの話をしたいと思います。これはまあ、不要山の道会の話が長々と引用されて、安泰寺の本堂の前の木版に書いてある三殿脱俗の藩、野菜炭鉱の死喫することは、すなわち君の喫するに任す、喫せざれば東西に任すと木版に書いてあったと思いますけれども、これもこの行事の巻のここからの引用です。岩波文庫では386ページに書いてあります。要するにこの山寺のご飯は決しておいしいものではないし、まあおかずの野菜もあったりなかったり、この時期だとまあもうだいぶえぐいタケノコだったり、もしそれを食いたくないんだったら、まあ食いたければ食ったらいいし、出されたものを食いたければ食ったらいいし、嫌なら東西に任す、もうどうぞご自由にどこでも好きなこと行きなさいという意味ですね。まあこれはまた来月、出てきます。この不要道会のお言葉の最後の方に出てきます。はい、今日はここまでです。簡単に英語でもやります。So today, I didn't get as far as I thought. I thought I could talk about what's Dokai says here, but unfortunately I can only talk or read the parts until he starts to talk. Patriarch Dokai of Fuyozan. So that's the Nishijima translation, starts with 241 in brackets. Patriarch Dokai of Fuyozan was solely a font of realization of conduct and observance. It was solely a font of realization. I would just say he was an example, an exemplary. He was just an example of how conduct and perseverance should look like. When the ruler of the nation bestowed upon him the title of Zen Master Josho and a padded purple garment, the patriarch did not accept them. He wrote letters to the throne in which he politely refused them. The king was reproachful, but the master did not accept them in the end. So this is what Dogen says is an example of conduct and perseverance.
You might have heard that Dogen in Japan sometimes is called Jōyō Taishi. And Keizan, the fourth patriarch, is called Josai Taishi. Taishi means great master. For example, the founder of the Shingon sect in Japan, the monk's name is Kukai, but usually he's known as Kobo Daishi. And the founder of the Tendai sect was Saicho, but he has the title of Dengyo Daishi. They were all later made into great masters by the emperor. So only the emperor has the right to give somebody this title. And Dogen says, well, even if somebody offers you the title, you should refuse it. But actually what happened a couple of, I don't know, probably centuries after the death of Dogen and Keizan is that Sotoshu monks decided, well, it cannot be that the Shingon sect and the Tendai sect, they all have Taishis and we have only Dogen Zenji. We also need the title. So they went to the throne in Kyoto and offered them a lot of money so that the emperor would give them the title. And I think at the time it was also the emperor that kind of allowed the abbot of Ehiji and Sojiji that they call themselves Zenji. So they also had, after they became the abbot of Ehiji or Sojiji, they would go to the throne in Kyoto and give the money to the emperor and say, may I call myself Zenji? And the emperor said, okay. And as the emperor didn't have any political power at the time, that's actually how the whole court survived, by all these monks coming there and asking, am I allowed to put on the purple kesa? Okay, now if you pay me this amount of money, you can wear purple kesa. So it's interesting how even in the past people were basically practicing exactly the opposite of what is preached in the Shobogenzo. His diluted gruel has transmitted to us the taste of the Dharma. Later in the section it becomes clear what is meant by diluted gruel. Basically, he says there, if we have enough rice to eat rice as rice, we should eat it as rice. If there's not enough rice, we eat it as gruel. And if there's not enough rice for gruel, then we diluted it so that everybody has at least something in their bowl. And this example has been transmitted to us. When he made his hut on Fuyosan, the monks and laymen who flocked there numbered in the hundreds, but on a daily ration of one bowl of gruel, many withdrew. The master, according to his vow, did not go to meals offered by donors. On one occasion, he preached to the assembly as follows, and that I will talk about at the end of June in the Teisho. When we ordain today, there's only 16 precepts in Sotoshu, and the first are actually refuge to Buddha, Dharma, and Sangha, so they're not precepts in the strict sense, and then there's very broad precepts of not to do any bad, do all good, and to save all living beings, and then precepts as we usually think about them, there's only 10, like not killing, not lying, not stealing, and so on. And in China, at one time, there were these bodhisattva vows, and I didn't study them too deeply, but I think there's one precept that says that if a monk or if a family invites a monk from the monastery, it must not be the same monk every time that goes. So they had this rule as one of the rules for the monastery that if somebody is invited and the family says, well, we have only food for one or two persons, they cannot always invite the same people, or the monastery cannot always send the same people. Also, when you read Dogen, for example, this chapter, you realize that hunger, that people were hungry, and that having not enough to eat was a problem at the time.
So people were happy that they were invited by families, but the families that invite the monks, they probably either wanted the abbot or somebody who's really famous, or if they had, for example, a cousin or so, or a cousin's cousin who had become a monk, they would say, well, can we invite our cousin to dinner tonight? And then it's always, if you were lucky to be an ex-member of a rich family, then even though you were a monk, you always had a family to go. When you were hungry, they would invite you for dinner. And officially, it would be a donation. And so they had these rules, but they needed the rules, of course, because people wouldn't always keep to them. Also, when you read the Zui Monkey and you read between the lines, or the Tenzo Kyokun, where Dogen Zenji says that actually at the time when Dogen was in Kenninji, there wasn't a real Tenzo, and people didn't really think it was an important job to cook for the monks. Why wouldn't it be an important job? Because maybe some of the monks would go to eat somewhere else. They had rich friends or were invited by their families. So Dogen here makes a point of saying that Fuyodokai didn't do that. It's not only that the people living in the monastery had not much to eat, but even though he was invited for dinner, he wouldn't go. That was probably an exception at his time. はい、ここまでにいたしましょう。So for today I will finish here. If you have any questions, please ask. もしご質問ありましたらどうぞ。何でも聞いてください。ありませんか? No questions. はい。はい、どうぞ。元号の元の字を英語でプロファンドって説明されてたのは、はい。日本語で言うとどんな感じの言い方になるでしょうか。英語で何だった? Profound? Profound。Profound ということは、まあ、徹底しているとか、Profound。ちょっとまあ、Google で探してみますけど。だから、Profound には直接に、この例えば、玄関の玄とか、そういう意味はないよね。だから、profound stillness の場合なら、その徹底した静けさとか、そういう意味になるはず。ああ、深淵な、深淵というふうに訳されてますね。まあこの場合、うん、深淵なる静けさとか、寂しさとか。でまあ、普段仏教のテクストではあまり見かけない言葉なのでなぜ仏道と並べて元王という言葉が出るかちょっとまあ不思議ですね。他にありませんか? Any other questions?
Good. But the door.